な蓋のままで OK ぴょん OK うさぎシーラぴょんなんですけど、今日はなぜかぴょんの ネズミじゃないうさぎの耳がつけられないので耳なしぴょんです。今日はあの久しぶりにお悩み相談室です。脚本家大木静香です。皆さんのお悩みに、お答えしています。今日のお悩みはですね、メイクラブ講座の動画を拝見しました。あの大木静香オンラインスクールでメイクラブ講座というものを配信してるんですね。それを見てくださった方からの お悩みです。とても面白くて現在2回目を見ています。早速質問なのですが、友達とのハグがおすすめとのことでしたが、友達とは異性ですか、同性でもいいのでしょうか。私も漏れなく結婚できず、長年彼氏ができずに悩んでいます。異性の友達もいません。そもそも異性との交流がないです。そんな時はどうしたらいいのでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。ですね、ハグはあの同性同士でもいいです。でもあのメイクラブ講座を聞いて、見てくださったら中にあの説明してるんですけど、男性と女性であのその、まあ、7つのチャクラっていうのがあるんですけどね、そのチャクラがプラスとマイナス交互になってるんですよ、男性と女性は。だからハグするとこうエネルギーが流れやすいんですね。なので、まあ、男性の方がおすすめなんですけど、まずその彼氏がいないっていう人の特徴に好きがない、マリリン・モンローってこう隙がありそうに見えるじゃん。じゃあなんでだろうと思ったら、動きが曲線的なんですよね。直線的じゃないんですよ。だからあのもしあの素敵な男性がいたら、自分がこう曲線的な動き、だから直線的な動きってこうですよね。でも曲線的な動きってこうや。そんなことをちょっと試してみたらどうでしょうか。でもまずこの方は男性との出会いの場所がなさそうなので、そういう時はあのとにかくいろんな人とあの好みの人じゃなくても、まず友達同士としてデートしまくってみることをお勧めします。あのそういう気持ちがなくてもデートしてると、あのその相手と何かするとかじゃなくて、なんかこうホルモンにスイッチが入る気が私はしてるんで、あのいろんな方とご飯食べに行ったり遊びに行ったり楽しんでみたらどうでしょうか、という大木シーラピョンのお悩み相談室でした。ですね、お悩み相談室しばらくやってなかったので、もうお悩みがかなり昔のものになってすみません。あのなので最近のお悩みをまた募集してますので、昔から来ていただいたお悩みもちゃんと答えていきますけど、ちょっと今あの状況がいろいろね、コロナとかでいろいろ変わってきてて、皆さんのお悩みも変わってると思うので、ぜひぜひあの大木静香ホームページからお悩みを お寄せください。そして、チャンネル登録もよろしく。ポンポコバイバイ。